巨人のチアゴ・ビエイラ投手28歳が166キロをマークして、日本球界最速記録を塗り替えました。チアゴ・ビエイラ投手は2点リードの9回に登板しました。歴史が動いたのは、ワンアウトから中日代打のアリエル・マルティネスに投じたフルカウントからの7球目。ファウル直後、バックスクリーンの電光掲示板に、大谷翔平投手、日本ハムとコルニエル投手、広島の165キロを1キロ上回る球速が表示されました。チアゴ・ビエイラ投手は、粘られていたし、勝負のカウントだったので力を入れたのは事実。まさかそこまで早いとは思わなかったし最高に嬉しいよ、と喜びをあらわにしました。チアゴ・ビエイラ投手は、ブラジル出身で17歳だった10年にマリナーズと契約。17年オリオールズ戦でデビューし、ブラジル出身5人目のメジャーリーガーとなりました。その後、ホワイトソックスを得て20年に巨人へ入団します。2年目の今季は、途中から守護神として35試合に登板し、10セーブ、防御率 2.45。身長193センチで体重113キロ、足のサイズは約34センチで自己最速167キロを誇る、巨人の巨人が日本の球史に名を刻みました。ご視聴ありがとうございました。コメントを残していただけると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。